あの始まる前にワークショップがあって、成田くんと私と監督と3人で部屋の中で2時間ぐらいかな、手をつないで見つめ合って人生を語れって言われたんですよ。すごい心配になっちゃいましたけど、それ2時間いいな、参加したかったな。あ、参加したい。呼ばれてないよそんなワークショップって。ワークショップ行ったことないもんだって。憧れ。